アテネオリンピック金メダル。カメラ筋肉ケイコからのケイジということで、はい、皆さんあの緊急事態緊急事態ですね、はい、ついに北チャンネルがあの金メダリストオリンピック金メダリスト鈴木啓二さん、はい、今なんとね最近来てます、はい、で今日は、ね、柔道教室をされているということで今日鈴木さんの柔道教室に私も、はい、あのよかったらそれ来ないかと柔道やってるから、はい、恐縮ながら私もあの、はい、そこそこやってた人間なんですね。え、強かったん？あと剣を2回取ったことある。まあ小学校で。なんだこれ小学校相当昔の栄光はい、もう過去の栄光できてきました、はい、で今日は鈴木先生とちょっと、監督もね全日本監督ということで、はい、これパリオリンピックね、みんなで応援しましょう。はい、でも込めてですね、今日まあ柔道楽しさとか、あと写真もね、僕写真屋だから、はい、撮らせてもらえる。ちょっと写真を撮ってもらって、ちょっと交流したいなと。うわ、こういう企画になっております。ということで、柔道の魅力をね、最大限伝えたと思いますんで、行ってみましょう。で、たくさんの方をね、鈴木先生、今、オークションの柔道始まってます。大外刈りも背負い投げと一緒ですごく簡単です。足を上げて、相手の足の後ろにボンとぶつける。先輩、もちろん 4K じゃなくて、もちろん。そこいい、ね、チェック。もちろん。ちょっとギリギリ。多いの縮んだ。多い、ギリギリ。多いの縮んだ。おめこ縮んだ可能性が全部切るまずのせいにしている。体が痛い。ちょっと柔軟してみる。これ。いい感じです。じきじきにじきじきに指導こんなこんなちょっと見てみるよ。お前はい、ということでですね、佐伯柔道クラブの上木先生に、来てもらいました。よろしくお願いします。柔道クラブどんな感じで今されてるんですか？今、週、はい、月曜と木曜日に八重の、うん、BGM 前の武道館で、うんうん、時間がね、7時から9時まで。お、7時から9時まで、はい。まあ、その初心者とかでも全然いい。全然いい。初心者多いんで。あ、で、実際は4時から小学校や6年生、中学校も行ってます。ああ、別に体力作りとかね。まあ、柔道は全員始まり、そう、全員終わりっていう、まあ、精神も鍛えていくので、すごくあの人間が豊かに成長できるスポーツ。素晴らしいですね。私もね、柔道で育ちましたんで。ということは、人間が豊かになっているから、まあ、ということで、体、まあ、も豊かになってる。さすが、もうこんだけしかない。部員さん募集されてるんですか？うん、いつも募集してますので、ぜひ一回見に来てください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
いやこんな経験ができるか。ねえ。家族に大きな怪我もなく、とりあえず怪我なく。やっぱ、柔道が綺麗や。なあ、うん、なるほど。お願いします。お願いします。よいしょもう一回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 もうはい、あはい、いい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうオリンピックみんなで応援しましょう。応援してください。いや、はい、次はまたぜひ最近に、はい、次またよろしくお待ちしております。ありがとうございました。パリまで俺も帰っとこう。いやいや大丈夫です大丈夫です。上から帰大丈夫。一番ダメなやつ。